大規模な地震で天神地区に取り残された人たちを想定し、安全な場所に誘導して受け入れるための訓練が行われました。訓練は最大震度6弱の地震により電車やバスなどの公共交通機関が停止した想定で行われました。ケゴ公園に集まった帰宅困難者を隣接するソラリアプラザに受け入れるため、事前に作られたマニュアルに従って施設の安全確認や避難場所の設営などを手際よく行う必要があります。福岡市によりますと、ケゴ断層南部を震源とするマグニチュード 7.2 クラスの大地震が発生した場合、天神地区だけで2万人余りが行き場のない帰宅困難者となることが予想されます。これらの人たちが一斉に移動を始めると混乱を招く恐れもあることから、市は帰宅困難者を一時的に収容することが可能な施設をさらに増やしていく方針です。